ニスモのエアロコンセプト、基本的な考え方なんですけども、抵抗を増やさずにダウンフォースを出していくというのが基本的なポリシーになってます。ニスモの空力エンジニアとコラボレーションで作ってます。基本的には全て交換した部品については、機能的な裏付けがあるものにしています。ですから単なるファッションではなくて、あくまでも機能パーツとして全ての部品を交換してます。マーチニスモコンセプトで大きく変えてるフロントバンパーを全面的に変えてます。でこれは、空力の性能を当然上げるためにやってるんですけども、このロアの部分、グレーで赤いストライプが入ってる部分については、基本的には前回のジュークニスモと同じ考え方でやってます。我々の中ではこれダブルレイヤースポイラーと呼んでますけども、アッパーのこのスポイラーの断面とリアの断面とそれぞれ、異なった機能を持たせていて、それぞれがベストの状態になるようなものを作っています。でこの赤いストライプについては、新しいニスモのアイコンとして、今後、ニスモのバッジをつけていく、車には、織り込んでいくつもりでいます。この中ですね、ここはデイタイムランニングライトが入ってまして、LED の、今3つの、LED でつけてますけども、この車が持ってる先進感とか、新しい感じを表現するためにこういうものをつけてます。でこれも標準のものはつるんと丸い形をしてるんですけども、風を整流するために、ボリュームのピークを上の方に持ってきています。で、風の流れを上下できれいに整流するための形状を作っています。でリアスポイラーもですね、実はこの、ボディカラーの部分と、黒い部分と別体で作られています。で特にこのリアの黒い部分については、フロントと、サイドで、整流したものを最終的にここで、制御しています。ここが全体のコントロールの要になっているようなスポイラーの表現になっています。でここはですね、ディフューザーになってまして、下から流れてきた風を最終的にここで切り上げて整流するためにこういう形状をしています。でこれは上のスポイラーと形状がリンクしてまして、トータルで風の整流をするような形状になっています。でこう縦フィンも同様に風を制御するために加えてます。やはり通常のプロダクションカーと違って、レーシングカーのテクノロジーっていうのは、必ず機能的な裏付け、それから必ずリザルトを要求される仕事されてるんで、通常のデザインプロセスと随分違うんですね。でまず性能ありき、ターゲットを達成するための形として、形状の変更をしていくっていう、この車の基本コンセプトと同じことなんですけども、それをやることが、我々デザインチームにとっても非常に新しい経験でした。